皆さんごきげんよう。今日は、在宅看護について森下先生に教えていただきます。森下先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず在宅看護という分野について教えていただけますでしょうか。はい。在宅看護は病気や障害のある人が地域でその人らしく健康的な生活が継続できるよう自立を支援し、生活や人生の質の向上を目的に自宅や居住系施設などその人の暮らしの場において提供される看護実践を言います。よく似た言葉で訪問看護という言葉がありますけれども、訪問看護と在宅看護はどのように考えていけばよろしいですか。はい。訪問看護という言葉をよく聞かれると思いますけれども、訪問看護は、医師の指示に基づいて利用者の契約のもと自宅や施設などを訪問するという方法を訪問看護と言います。こちらの図が出てくるんですけれども、はい、訪問看護、在宅看護というと私の中のイメージでは結構こう高齢者の方が多いのかなというふうなイメージを持っているんですけれども、訪問看護の対象の方は確かに半分以上は高齢者の方が多いんですけれども、ここで見ていただきますように、生まれた時から病気や障害をお持ちのお子さんであるとか、それから乳幼児、学童期、思春期、青年期、成人期と様々なその家庭の中で、病気や障害を持たれたり健康危機を遭われた方々も全て看護の対象となります。で、最後の老年期、そして終末期までが私たちの訪問看護の対象者ということになります。とても対象が広いんですね。はい。こちらの感染症自然災害、これはどういう意味ですか。はい。こういった一生のライフステージの中で一昨年ありましたようなコロナ感染症であるとか、それからたびたび出てきます自然災害で被災されたような方々も私たちの看護の対象というふうに考えています。で、次に訪問看護の、どういったことをしていくのかというところを教えていただけますでしょうか。はい。具体的なその看護の内容ですけれども、ご自宅や施設をお伺いしてその方の病状や健康状態の観察、その管理をお手伝いします。それから排泄ケアだとか、そういったことの療養生活の相談ですとか支援を行っていきます。この医療処置と機器の管理というところが出てくるんですけども、これはどういった意味でしょうか。はい。今はですね、病院から退院されるときにさまざまな医療機器をつけて装着してお帰りになる場合があります。褥瘡などの処置が必要な場合もありまして、そういった医療処置や機器の管理も行います。このリハビリテーションというのは在宅看護学とか訪問看護の中に含まれるということですか。はい、そうです。介護が必要になった状態での機能低下であるとか認知症の予防だとか、そういった場合のリハビリテーションを行っています。とこちらの方も教えていただけますか。家族支援もですね、小さいお子さんを養育されているご家庭や、それから介護をされているご家族であるとか、さまざまな形でご家族が介護に当たっておられますので、そういった方々も看護の家族支援も対象になっています。また最後にあります終末期のケアですが、高齢者が多い、今の高齢化を反映して高齢者が多いということもありまして、終末期のケアも大変多くなっています。で、この看護サービスを通して結果的にその方の療養生活で苦痛がない、不安がない、体調が安定する、家で療養できる、最後まで自分らしく過ごせるなどの、こういったご本人が望まれる希望される生活ができるように支えていくのが訪問看護ということになります。いや、今のお話にもちょっとあるかと思うんですけれども、他の分野に比べてどのような特徴があるのか教えていただけますでしょうか。はい。一つはですね、全ての年齢を対象とし、全ての健康レベルを対象とするというのは先ほど申し上げた通りなんですが、ここで見ていただきますように、お一人の方を見ていただいても、そのご家族、それからその方がいらっしゃる集団や地域がございます。地域で生活を営む生活者であって、この生活の中に医療的なニーズがあるというふうに考えられま
。でご家族を一つの単位として、また生活の基盤となるコミュニティを単位として考えていくというのが特徴の一つです。なんかキーワードがこの生活の中というのが一つとっても大事なキーワードなんですかね。そうですね、はい、今はもう入院期間は短くなりましたので、いろんなこう医療ニーズを持たれて自宅や施設にお帰りになるっていう場合が大変多くなっています。こちらはここで、病気が発症したというのを示している図になるんですかね。はい、もう一つの特徴は療養者さんの生活暮らしの場で看護が行われるということなんですけれども、先ほど申し上げたように、病気になられましなんて病院に入院をされますと、病院という場と生活の場というのが一旦分離されます。まあ、その中で治療を受けて、手術や治療を受けて、一時的に生活機能が低下されたり、在宅酸素をするだとか、薬を飲まなくてはいけないというような継続する治療が出てまいります。まあ、それをもう一回自分の暮らし方とすり合わせをして、その方とそのご家族の暮らし方の中に医療を位置づけて、まあ、もう一回生活が始まっていくということになりますので、まあ、それを暮らしの場で私たちが支援していくということになります。なのでこの急に在宅にが始まるというよりは、病院で入院してらっしゃる時から始まっていくということなんでしょうか。もうその通りです。今はもう入院の前から入院した後もずっと病院と在宅はつながっているというふうに考えられています。こちらですけれども、一人でするというふうにちょっと書かれているんですけれども、まあ、医療をとか看護の場合チームでというところが多いと思うんですけれども、こちらの意味を教えていただけますか。はい、3つ目はもう一つ、在宅のチームという考え方ではあるんですけれども、病院のように、まあ、医療設備やスタッフがたくさん整きちんと整ったところではない在宅で看護をするということになりますので、まあ、一人で訪問し、一人で考え判断で状況に応じた実践ができるというような自立性が必要になってきます。またもう一つは、その場には仲間はいないんですけども、多機関多職種と連携して、その場で自分で必要な相手に必要な連携をしていくというのはもう一つの自立性が必要というふうに言われていて、まあ、それができて地域のチームが作られていくという形になります。まあ、これが在宅看護のもう一つの3つ目の特徴になるかなと思います。はい、では、先生もその臨床のご経験があると伺っております。経験の中でですね、印象的な場面などありましたら教えていただけますでしょうか。はい、私は病院の勤務を経て訪問看護を始めたんですけども、やはり最初に終末期ケアに関わった方はやっぱ忘れられません。入院中の方だったんですけど、病状が悪くなったらもう家に帰って畳の上で死にたいというふうに言われて、主治医も家族も同意されて自宅に帰られました。で、点滴などの医療処置は一切せず、翌朝ですね、静かに家族に見守られて亡くなられました。まあ、そのようなこう自然な最後の迎え方っていうのを知って、まあ、人は生まれた時には自分ですぐに呼吸するってことができますけれども、亡くなる時まで最後までその人の力を生かすことができるし、家族にもその力があるんだってことが分かりました。人は死ぬまで発達する存在と言われますけれども、その人の暮らしの中で希望を支えたり持っている力を生かすということが、まあ、看護在宅看護ではないかなというふうに思っています。はい、その中で在宅看護学の面白さ、やりがいなどを教えていただけますか。はい、現在、病院での検査や手術、入院治療などの期間というのは非常に限られています。退院後はほとんどの方が自分なりの療養法を継続習得しながら、生活を継続していくということになります。生活と医療を統合した視点で看護の対象を捉え、療養者と家族を中心に看護を実践して、地域を巻き込みながら課題や解決策を検討していくっていう、そういうダイナミズムが大変やりがいの一つであろうかというふうに感じます。まあ、今後超高齢化社会の中で、その人が最後まで自分らしく命を全うすることを支援するっていうのは今の看護の使命に課せられた使命になっています。最後まで口から食べたいだとか、
家族と話がしたい、穏やかに家で過ごしたい、まあ、そんな希望や思いを支えるあの看護に魅力を感じています。一人一人の希望を支えていくって、はい、そういうことになるんですね。はい、そうです。では最後にですね、高知県立大学での、まあ、教育や取り組みに関してどのようなものが在宅の分野であるか教えていただけますでしょうか。はい、本学の在宅看護学教育の特徴は、あの学問的な知識や技術の習得だけでなく、事例を用いたグループワーク、ロールプレイなどを行い、学生自身が体験し考え、学生同士が学び合うことで対象者一人一人の価値観に合わせた看護を創造していけるように工夫しています。在宅看護実習も訪問看護ステーションと連携し、同行訪問では対象の理解アセスメント、それからケアの意味を考えて個別的な看護計画が立案できるよう、実習指導者と教員が連携して学習支援をしています。こちらに上がっている2つは高知県と行っているところになると思うんですけど、こちらちょっと教えていただけますか。はい、本学はですね、高知県の寄付金や補助金を受けまして、地域と病院、大学の共同で地域と病院の連携を促す入退院支援事業であるとか、新卒新任の訪問看護師さんを育成する事業というのを行っています。その結果、入退院のシステムの構築であるとか、訪問看護人材の育成など在宅看護学の研究にも取り組んでいます。で、これらの研究成果は学部や大学院の教育にも生かされています。この入退院支援という支援事業というのは、病院と在宅をこうスムーズにつなげる、そういったものになるんですね。はい、こちらは先ほど言ってらっしゃいました、一人でやっていかないといけないって言った時に、新卒の看護師さんがスムーズにお仕事をできるようにということで、これは本学の学生さんも結構行ってらっしゃるんですか。はい、そうですね、今までに、3名ほどこの育成事業にも参加していただいて、その後大学院の進学なども考えておられる方もありまして、もう地域で本当に一人前に働いていらっしゃいます。はい、じゃあ今日は先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ライフのそばに看護はいます。高知県立大学看護学部。